どうもこんにちは、セナです。今回もゼルダの伝説不思議の木の実大地の章頑張って実況していきましょう、というわけで前回からゴルゴン戦やっております。一応最終決戦なんですが、このクリスタルディーンさんを人質に取られ、このクリスタルのディーンさんを攻撃しようもんなら僕たちも稲妻が、ちょっと試してみるか。こんな感じなんですよ、こんな感じなんですよ。たたり的なものが降り注ぎ、ゴルゴンさん自身にダメージを与えることができない状況にあります。唐揚げくんもそこそこに降ってくるしだ。どうしようこれ。ほら、なんで、いやあれなの、早く動いて切ればいいの。いや、隙がねえよ。これ振ってみる。あ、え、嘘、何それ。え、まさかの攻略多すぎるだろう。弾き飛ばしてしまった。あ、でもマジでここに来てお前なの。ちょっとじゃあ一回隅に追いやりで、これ厄介なのがやっぱマントもやっとかない限りは危ない。来るよ、唐揚げも避けなきゃ、唐揚げも避けなきゃ。で、またこうあれでペンで切り替えて慎重にやっていきますよ。やれるもんなやってみろ、打ってこい。一回ずつ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 、慌てんな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 、本当に。さあ唐揚げも回避してた。あった、あー、もう一手間二手間増えて、まあ厄介よ。あぶねえ、くっそ、また帰ってきたしよう。これは時間かかります。うーん、それも、食らってないっすか。よしよしよし、ちょっと世話しないですがね。来た、2階2階2階いいよ。で、誘発することも可能か。まあ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 、さあ切り替えてくれ。で、あと1回は当てれるはずだ。いいですよ、唐揚げだったらね、ちょっともうちょっと隙はね、まんむんむん。くっそ、うまいこと避け上がりやがったぜ。厄介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 だ。よし、で、む、あちぃちぃちぃ、いいよ、唐揚げ打ってきたっていいんだぜ、唐揚げくん。帰ってくる間に一撃で、さらにだ、ポイと投げ捨てといて、構えて1回2回2回2回、鬼の犬間にだな。さあこれで4回ぐらいは弾いたはずだ。上に行くのはあまりにも無謀。これやばいっすよ、これやばいっすよ。よし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 、来い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 、いいです、これもう大チャンス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 。いい感じに当てて、斜めでやるとさ、あいつもこうぶん投げづらいっつうか。唐揚げくんが来ます。結局これ一番気にしなきゃいけない、あれ、唐揚げ。すっ飛べ、こう右斜め下というか、それをこうね、ね、わかるでしょ、わかるでしょ。来たよ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 。で、唐揚げくん、唐揚げくんを出さないうちに弾いて、わ、来た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 。で、これしっかりちゃんと飛んで飛んでくれ。うわ、ふう、いいですいいです、時間かけたっていい、時間かけたっていい。もうこれ本当にもったいないからね、これで。 うわー、来た、え、物言わぬかい、ゴルゴンさん。え、ちょっと、わー、あ、ちょっと真ん中だ真ん中だ、ぜ、あ、真ん中ちゃん、え、あ、あ、ぐはははやるではないか。だが、お遊びはここまでだ。我が真の力見せてくれるわ。何それ。グハー、ツインローバー様によって闇の世界より召喚されし真の姿、滅びを招く暗黒のドラゴンの力、味わうが良いわ。やば、ちょっと嘘でしょ、こう、無理だよ。横スクロールアクションになっちゃった。
どうしようどうしよう、尺が尺が全然ない、尺が全然ないよ。いやもう、でもいや攻撃見よう、よければよければよければいい、ちょっと見てみよう。あーもう ひとひねりよ、ひとひねりだから。やっべ、4回ぐらい当てとるんですよ。よあ、何個くんの。いいですよこれね。いやもうカットしようかなとかって思ったんですが、これ皆さんこの第一の章をいつか皆さんがクリアする時の、なんだろう、足がかりとなるため、僕は今あの記録として残すわけなんですが、この右斜め下の法則、あーもう唐揚げくんカットされちゃうぜこれ。え、危なっしん。で、そうなんです、これ記録しておきたい、これ右斜め下の法、これがいかん、これがいかん、もう3つぐらい飛んでくるかと思いきや4つぐらいもう全然飛んでくるから、7回ぐらい当てたら、もう出た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 、危ない。ちょっと待って、マントでもさ、これタイミングずらされるととんでもない、もういい感じだったんだからさっき。あっち、つむじ風元い、恋人はサンタクロース、あれが飛んできた際にはもうもはやリセットをした方がいい可能性すらある。この唐揚げくんを避けきれるかどうかっていうのは非常に運が絡んでくる。でここね、この2セット目を乗り越えると大きいんですよ。いくよ、はい、3セットぐらい当てるだろ。3セットクルーザーをしておきながら、これ唐揚げくんしっかりで、次ぐらいで多分やれるぜ。最高、出た出た、これだよこれだよこれだよ、もうね、リセットした方がいいかもしれませんよね。もうほらほら、なんか長ジャンプすんとダメだめね。あ、一回だけ当てれるなら当てておきましょう。で唐揚げこれ運だよ、いくよ。あ、つむじ風出たぜ。これジャンプしない方がいいのでは。もうその5つ目いつも避けらんないんだけど。ジャンプして離れる、返りし沢に、まあ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 、これで危ない危ない危ない、直撃、避けた、よく見た。でこれ3回食らわせられるやつです、調子が良ければ。ほらねほらね。でさらによ、ここで唐揚げくん、もうそう、これあのつむじ風恋人はサンタクロース、あれいなせたことあんのか、無事これまで全滅してない、あれに3回ぶち込み、なめんな。つむじ風追い越して2回ほど当て、で多分飛ぶ動作をしよう。あ、来ましたね。くそー、これちょっと待って、これバンジー急さろう、ここが全然安定しないぞ。本当に慎重になればいけんのか。いきますよ、これもうジャンプする素振りを見せると向こうもジャンプし唐揚げを落としてくる。ここまではよし。であの唐揚げくんを避けられるのは半ば運。でここで3セットクルーザーを決めるためには右斜め下しっかり飛び、であれです、もうディーンさん帰ってきてるから危ないよ。深掘りすんな。これで6回ぐらい叩き込んだことになるのか。でここら辺でたまらずほらつむじ風を投げてくる。でうまいこと、そうです、初めて避けれた。もう悔しい。くそ、マジでこの第1回戦実質第2回戦目が全く安定しないじゃないか。困りましたよ。2回、いやいい、もう別にね、速さを競ってないから。はい、4発当て、いや無理だ。リンさん帰ってきた、リンさん帰ってくる時間も考慮して、やっぱり限界は3だな。うん、いやちょっと待って、今の怖っ、避けれたの運じゃん。よしよしよし。で唐揚げくんよく見たね今。はい、いやあと1回ぐらいよ、これ多分あと1回ぐらいだぜ。
もらった。くらい。よっしゃー、よっしゃー、落とせよ。好きにやってみろ。え、これ D さんは試算するけど、あ？あれ？え？え？ああ怖っ。いくも落ちなきゃいけない。落ちてこれ。あ、唐揚げ危ない。やるではないか。これはやばいね、ほんと。いやー。ちょっとね、2回戦目が全く安定しないので、まあ、このゾーマ、まあ、当然次回に持ち越しということになります。いやー、これ着実にね。いや、しかし、ただ、やれます、やれます。やれるから。やれるから。それでは次回ご期待ください。あっしゃ。